サイダーはソフトウェア開発のプラットフォームである GitHub と公式に連携しているコードレビュー自動化ツールである。また GitLab にも対応している。静的コード解析に基づいて設計されており、いくつもの静的コード解析ツールと連携することができる。サイダーの使用によりコーディングスタイル違反、コードの品質、 コードのセキュリティ、依存性などをチェックすることができる。サイダーの前身となるコードレビュー自動化ツールサイドシーは日本の東京に本拠地を置く株式会社アクトキャットによって2014年4月に開発された。2016年8月からは汎用プログラミング言語ルビーに対応して技術的負債を可視化する負債看板の提供を開始し2017年6月に これを終了している。株式会社アクトキャットは2018年1月に社名をサービス名と同じサイドシー株式会社へと変更。さらに2018年6月にサービス名がサイドシーからサイダーへ解消されたことを受け、社名もサイドシー株式会社からサイダー株式会社へと変更された。その後、2019年10月に サイダー株式会社は株式会社フィックスターズの100%子会社である株式会社スリークへ譲渡され、サイダー事業の運営会社が株式会社スリークに変更された。その後、2020年12月に株式会社スリークが株式会社サイダーに社名変更を行った。2020年7月現在、サイダーの解析システムは Ruby、PHP、PH JavaScript, TypeScript, CSS, Java,、Python Go Swift、c o t l e n Python, Go, Swift, C, 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 ShellScript, d o c k e r ファイル、Markdown などのプログラミング言語に対応している。1990年代半ばからプログラミング、開発現場では、 従来のウォーターホール形式での開発の厳格さへのアンチテーゼからアジャイルソフトウェア開発の手法が取られることが多くなり、1996年に開発され1999年に書籍が発表されたエクストリームプログラミングが普及により、チームによる共同開発が主流になった。そのためコードは従来のようにプログラムを実行した際に与えられた要件を 正確に動作するかという観点だけではなく、強示的ないし通じ的に開発に関わるメンバー全員が理解しやすいかどうかという観点も重要視されるようになった。この正確性と平易性の保持のためには開発中の工場的なコードレビューは避けられない。だが全自動の性的コード解析には多額のコストが必要である上、実行時エラーをすべて検出することは、 不可能であることが証明されており、任意のプログラムが正しく動作するかエラーになるかを判定する機械的手法はない。そもそもどの視点で解析するかに橋を発する理論上の実現不可能性を抱えているため、実際には人力による動的プログラム解析を待つ必要がある。とはいえべてのコードを逐一チェックする人的、コードレビューには膨大な時間がかかるため現実的とは、 言えない。以上のような状況を鑑みて2014年4月に開発されたコードレビュー自動化システムがサイド C である。サイダーは戦術のコードレビューにかかる包括的なコスト問題についてユーザー体験をデザインすることで解決に導いている。サイダーが扱う数種の静的解析ツールは GitHub 上でプルリクエストをした際に自動的かつ一斉に コードの検証を行い、問題を含む可能性のある部分を検出する。ここでは、不適切とみなされたコードの自動書き換えが行われない。ため、ユーザーは解析ツールが不適とみなしたものの、人的判断では、問題のないコードがいつの間にか書き換わっているというリスクを犯すことなく、問題を含む部分のみを、自らのチームで検証あるいは修正することができる。 abcdefghi サイダープロダクトページ2018年7月25日閲覧自動コードレビューサイドシー運営のアクトキャットが数千万円規模の資金調達テッククランチジャパン2018年8月6日閲覧自動コードレビューサイドシーが技術的負債を可視化する負債看板提供開始テッククランチジャパン 2018年8月6日閲覧。サイドシーはレビューにフォーカスするため、不採看板を廃止しました。サイダーブログ、2018年7月31日、閲覧。コードレビュー自動化ツール、サイドシーの株式会社アクトキャット、サイドシー株式会社に社名を変更。バリュープレス、2018年8月6日閲覧。 サイドシーは、サイダーにサービス名変更しました。サイダーブログ、2018年7月31日、閲覧。サイダーアバウトページ、2018年7月25日閲覧。サイドシー、サイダーの運営会社が2019年10月末日より、株式会社スリークに変わります。サイダーブログ、2020年7月17日閲覧。 サイダープライシングページ。2018年7月25日閲覧。ルビービズグランプリ2016アワードセレモニー。ルビービズグランプリ。ルビービズグランプリ実行委員会。島根県。2018年8月6日閲覧。ありがとうございます。